浜松フォトニクス本社が入居する日本生命ビル、浜松フォトニクスは、光関連の電子部品や電子機器を製造、販売する、株式会社。1953年9月29日に、浜松テレビ株式会社として創業。半導体レーザー、フォトダイオード、光電子増倍感、X 線管、分析用光源など光関連で、高い技術力を持つ。 光電子増売介で世界シェア約90%。なお、フォトニクスは、フォトニクスと読めるが、浜松フォトニクスは誤り。光に関することなら、医学、情報、スポーツ生理学までも手掛ける研究開発型企業。1996年に、東証2部、続いて1998年に、東証1部上場。同社は日本取引所グループと、 日本経済新聞が財務や経営が優秀な上場企業の上位400社として選定しインデックス化する JPX 日経インデックス400の構成名柄に採用されている。2017年8月18日より国際連合が提唱する国連グローバルコンパクトに参加企業として登録された。浜松の地は高柳健次郎によって命を表示した。 世界初のテレビ開発の地として知られる。同社は、高山木健次郎に教えを受けた、堀内平八郎によって創業を。テレビ関連の真空お及び CRT 製造から始める。途中、地に根を深く下ろして、テレビ開発だけではなく、光電子技術の究極を目指そうということで、浜松ホトニクスと会社名を解明する。そのため高度なガラス加工技術によって、 高電子増倍管をはじめとした特殊光学機材で高い技術を保持。その後、半導体関連の設備増強によって、半導体レーザーやホトダイオードなどの開発も行っている。主要製品は各種デバイスに相当する製品である。製品を組み合わせたインテグレーションも実施している。他各種応用製品、PET 関連。 レーザー核融合研究等主要製品は特殊工学機材のためほとんどが特注品となる。また特殊製品に用いる高付加価値技術のために基礎研究に力を入れている。スーパーカミオカンデに設置されている浜松ホトニクス製の光電子増売館2002年に小柴正俊氏がノーベル物理学賞を受賞したがこれは 浜松ホトニクス製の20インチ、光電子増倍管が大量に設置された、神オカンデでニュートリノを観測した鉱石によるもので、ある。そのため、浜松ホトニクス製の光電子増倍管そのものも2014年10月16日に、IEE マイルストーンに認定された。続く、スーパーカミオカンデでも、 同タイプの光電子増倍感が研究に用いられ、2015年の、梶田孝明のノーベル物理学賞受賞にも寄与した。2013年のフランソア・アングレール、ピーター・ヒッグス両教授のノーベル物理学賞受賞は、セルンの LHC プロジェクトによる、ヒッグス粒子の存在確定があった。そのセンサ部分には、同社製の SSD、APD、 高電子増倍感が用いられている。2010年、小惑星、糸川の観測を終え戻ってきた、小惑星探査機、はやぶさにも同社が開発、製造した、インガズ、イメージセンサと CCD イメージセンサが搭載された。スバル望遠鏡では、最適光学系の開発を行い、高い解像度と分解能を兼ね備えた、観測補助装置の開発なども実施した。 他にも、鉛ガラスや、マイクロチャンネルプレートを搭載した超高感度、ガンマーカメラを開発し、運動整理機能を解明するなどの研究開発、等を実施している。なお、サイクロトロンなどは開発していないため、PET 全体を開発しているわけではない。PET 技術の心臓部となる、センサーや周辺ソフトウェアや、臨床応用技術について、 学術機関や医療法人と連携して研究開発を実施している。浜松市内に設置されている高産業創生大学院大学の運営を行う。高産業創生大学院大学を通じてベンチャー起業家の育成や支援なども実施している。また、上記にもあるように小柴雅俊氏がノーベル物理学賞を受賞後に設立した。 平成基礎科学財団の運営にも関わる。財団法人光学財団の臨床医療部門を通じて医学系の研究開発も実施。市内に所在する各学術機関との連携によって高度な研究開発事業を行う。2014年10月15日に前述の素粒子ニュートリノ観測し、 小柴正都市のノーベル物理学賞に貢献した大型の光電子増倍館が IEE、e、マイルストーンに認定された。2013年6月11日、国立大学法人静岡大学、国立大学法人浜松医科大学、学校法人光産業、創生大学院大学との間で浜松を光の先端都市にするための浜松光宣言に調印した。 この宣言は、4社の連携により、光の可能性を追求することを目的とする。2017年10月11日、日夜科学工業株式会社と両社の光技術を、はじめとした、独自技術を活かした、広範囲な協業体制を築くことで、基本合意をした。同年、昼間テルオ名誉会長が、第16回、渋沢栄一賞を受賞。 ありがとうございます。